レジナルド・バーサロミューは、アメリカ合衆国の外交官。1936年、メイン州ポートランドにて誕生した。1958年に、ダートマス大学で学士号を、続いて1960年に、シカゴ大学で修士号を取得した。1960年から1962年まで、シカゴ大学国際関係委員会顧問。 1961年から1964年まで、シカゴ大学社会科学講師を務めた。この間に1年間のフランス留学を経験し、フランス語とフランス政治を学ぶ。1964年から1968年まで、ウェズリアン大学行政学講師。1974年から1977年まで、国務省政策企画本部副本部長。 1977年から1979年まで国務省政治軍事局次長及び国家安全保障会議メンバー。1979年から1981年まで国務省政治軍事局長。1983年、バーソロミューはレバノンの大使に任命された。翌年、テロリストは撤退を求めて新しく建設された。 米国大使館と海兵隊を爆撃した。しかし、バーソロミューの助言の下レーガン大統領は1984年2月まで撤退の命令を送らせた。1986年まで中レバノン大使。1986年から1989年まで中スペイン大使。国務次官。1992年から1年間、ナトウ大使。 1993年から1997年まで、中イタリア大使。2012年8月26日、ガンのため、ニューヨーク市マンハッタンで死去。76歳を打つ。ありがとうございます。